下準備、ね、えー、商品の下準備が必要な商品があります。まあ、これが出てきたとき、あるいは出てこなくても、えー、尖った部分があってね、えー、それを、尖った部分が出てきてしまう可能性のある商品、あるいはね、えー、壊れやすい商品、それについては、えー、追加で梱包して納品してください。でその梱包の仕方をね、えー、ちょっと解説してきます。で 梱包としか書いてないんでね、商品を箱に詰めて、輸送箱の中で割れないようにね、輸送箱をしっかり隙間を埋めるとかするのかなというふうにね、理解される方もいらっしゃるんですけど、この場合言ってるね、追加梱包と言ってるのは、商品そのもの、をね輸送箱に出る前の状態、商品そのものに追加の梱包をしてくださいと。 というのをね、えー、要請されてます。で、まず、絶対忘れちゃいけない、えー、これはもう必ず守んなきゃいけないというのが、鋭利な部分を持つあらゆる製品、ね、シャープというのにね、えー、該当した場合です。まあ、例えば包丁ですよね。えー、あるいはハサミとか。まあ、先端が尖っている商品は、その先端が衝撃等で露出しないように梱包すると。 で、これ、あの、周辺、周辺の商品や配送業者に対して、または商品の受け取り時、あるいは、開拓の際に、カスタマーに対して危険が生じた場合は、一発アカウント削除の危険性があります。え、だからもう、これは必ず、ね、えー、追加梱包してください。で、必要条件。激しい往復運動、約30回をした場合、パッケージから内容物が落下しないこと、 振動によりパッケージと刃の摩擦がないこと。振動によりナイフがパッケージから外れないことと。ここでナイフって書いてありますけど、主にそのナイフとかハサミとか包丁とか、まあ切りとかね、そういうのを想定してます。それから、鋭利な部分が下に向く方向で製品を含むパッケージを80センチの高さから落とした場合、落下によりナイフの先端がパッケージ内ハウジングから外れないこと。 もうね、もう思いっきりここでもう A になっていてナイフに変わっちゃってますけど、えー、落下によりナイフのセンターがパッケージを傷つけないこと、落下により蓋などが外れないこと、落下により蓋が外れ、ナイフが外に飛び出さないことというふうな条件があります。推奨する外パッケージ。外装箱。箱の蓋が差し込み式である。化粧箱は被せ蓋の場合、紙やプラスチック、ビニールなどの帯、 サック、スリーブなどが付いており、簡単に蓋が開かないようになっているタイプのもの。化粧箱がかぶせ蓋の場合、シュリンクフィルムや袋詰めをし、中から商品が簡単に飛び出さないようになっているもの。衝撃があって、刃先で破れないような、プラスチック製のブリスターパックにより、製品が動かない形で固定されていると。で、これスリーブっていうのは、えー、箱の大きさ、 もしくは、それより小さい幅で、商品全体を包む、輪っかになった紙、あるいはプラスチックシールなどを言います。それを外さないと、蓋の開かない構造にするために使うものです。で、追加梱包が不要な例、ね、この、要はこういう箱に入れろと言ってる、そのこういう箱ってのはどういう箱かっていうのが、この完全被覆型パッケージ、商品の形に、 抜かれた硬い固定材に商品が埋め込まれ動かない形になっているもの。ね、こういうふうに、ね、固めのウレタンかなんかでね、えー、周りがずっと囲ってあってそこにこう包丁とかナイフを入れる。まあ、こんな形になっているやつですね。えー、これは追加梱包が入れません。まあ、これで蓋がしてあって蓋に、大体この、この手のやつだとこれに蓋がしてあって蓋にも、え、ー プラスチックの輪っか、あるいはね、全体この辺がシールになっているのが多いんで、まあ、その場合は OK と。ね、あるいは、ナイフロック機構によって製品が固定されているもの。ね、製品が台紙にかかりつけられる形で排出されているもの。でよくね、こういうふうに、えー、タイバンドで止めてある、ねで。前の方も動かないようになっているというのがあります。ま,あ、まさにこういう感じね。えー、包丁なんかこのパッケージありますね。 で、まあ、日本の、まあ、文房具なんかで、ハサミとかはね、こういうパッケージにはなってないものが多いです。日本の輸送は優しいんでね、えー、嫌わな放送でも、まあ、そのまま、えー、お店に並んでる。海外だとね、基本投げますんで、さっきのね、30回振るとか、80センチから落とすとか、その程度のことで確かにパッケージが破れたりする作りだと、もう、海外 届いた時にはね、これはまずいよ。この状態で送ってくるような出品者は危ないからダメだという形になっちゃいますんでね、えー、厳重に、えー、保護する必要があります。保護する梱包例。ね。要はさっきの二つに似た形にできればベスト。で、そうでない場合は、えー、蓋がね、開きやすいような作りになってた場合は、まあ、紐またはスリーブで固定と。ね。で、これ、日本アマゾンの、えー、文章を持ってきてるんで、 えー、ひもまたアスリーブで固定ってなってますけど、まあ、えー、一番ね、頑丈で、まあ受け取った人がね、えー、その化粧箱、ボロボロになっちゃうじゃんっていうのを気にしなきゃ、もう透明ガムテープで蓋くっつけちゃった方がいいです。で、私割とそうやって納品してますし、まあ、会員さんにもね、もう透明ガムテープでつっつけちゃいましょうという話をするんですけど、まあ中にはね、 それはもうなんか、えっと、自分だったら嫌だなって言ってね、慎重にする方もいらっしゃいますけど、正直、頑丈にね、開かないようにする方が最優先なんで、いろいろ綺麗に工夫して、えー、剥がした時に箱もね、綺麗なまま、えー、箱が開けられるようにとかって、苦労してね、で、蓋が取れちゃって開いちゃったら元も子もないんで、もうこの、 割れ物、それからね、この、えっ、ー、と、エイレナ、えー、包丁、ナイフ、切りなどについては、もう、えー、実用最優先で、もうね、がっちり、もうテープで固定しちゃってください。で、かぶせ式紙の蓋の場合は、紐またはスリーブで固定、という形です。でね、 化粧箱に直にテープなどで口を止めることは、その商品の価値を落とす恐れがあり、また顧客から開封したのみで未使用で返品された場合、再販売が不可能となると。そのためテープ,しテープをしようとする場合は、再剥離性のテープを使用すること。日本ならではの決まりですけど、えー、オーストラリアの場合ね、えー、そもそもその、えー、梱包箱はね、きれいに開けられないからって言って、商品価値落ちないです。 そういう価値判断はあんまないです。で、返品率もね、低いんで、もう、あの、剥がれるテープ使って剥がれちゃっちゃ、元も子もないんでね、もうがっちりいっちゃってください。で、剥がれるテープでしっかり止められるテープってのね、あるんかいっていう感じなんですけど、ま、一部ね、一部の商品で付いてるのは知ってるんですけど、あれそんなに簡単に売ってて手に入るもんじゃないと思うんで、 まあね、えー、どうしても気になる方は、それ、再剥離性のテープ買ってきて試してみ、えー、てくださいで。そうじゃない場合は、もう気にせず、透明ガムテープで、がっちりと。まあ、ほり、そんなアバウトなこと言ってるけどね、本当に大丈夫かいなと。ねえー、まあ、私、やってますけど、そういうふうにやってくださいってアドバイスしてますけど、全くオーストラリアの場合、問題発生してないです。であるいはね、ね、えー、内装箱の補強例。 台紙と商品が離れないように、針金の入った紐などで止める。あの、園芸とかで使うね、グリーンのやつとかね、白のやつとか、あんな風なやつで止めると。あるいは先端に紙を何重にもしっかりと巻き付けると。ね。えー、まあそんな風にして、梱包してください。で、これでいいのかなっていうね、えー、疑問あると思いますし、この梱包が甘,く甘いと非常にまずいんで、ね、えー、梱包後にね、画像を送ってください。要件を満たしているかチェックします。 で、まずこれが一番気にしなきゃいけないところで、まあ、二番目もまあまあね、えー、気にし、気にしないとまずい商品。ね、えー、グラスですね、割れ物。で、ちなみに、えー、私、割れ物をね、あえて、そのまま送ってみました。ワイングラス600入り。で、まんまとね、3つ打ったらね、1個割れて届きました。あの、600入りで1個、ね、割れて届いたけどっていうメッセージがあって、 返品交換可能ですから、え、返品交換してください。Amazon に連絡してくださいって連絡入れました。まあ、めんどくさかったでしょうね。え、そのまま何事もなく受け取ってもらってます。まあ、ただね、私は、あえて、えー、実験のため無茶なことしてますけど、まあ、とてもね、会員の皆さんにはそれはご、あの、おすすめできないんで、まあ、しっかりと割れないように、えー、梱包して送ってください。 えー、れアレス商品は保管、配送準備、えー、購入者への配送中に破損して、安全上の問題を起こさないように梱包してくださいと。ね、そらそうだって感じですよね。えー、れアレス商品はしっかりした6面体の箱か、ね。6面体の箱って、なんか分かりにくい言い方ですけど、要は普通の箱ですね。えー、上と下と、えー、右、左、前、後ろがあって6面になってますんで、えー、要は、どっか一方向とかね、 えー、角が空いてるとか、そういう箱は使うなってことです。ね、普通の箱を使って、安全性の加工されたエアキャップで梱包し、商品が一切露出しないようにする必要があります。まあ、そらそうだって感じですよね。で、梱包ガイドライン、必要要件。個別に包装するか、箱に入れて、すべての商品が発損しないようにしてください。例えば、ワイングラス4点セットの場合、ワイングラス1点ずつを包装してください。包、ね、装、えー、してください。 え、放送しないと私がやったみたく割れちゃいます。私はいいお客さんだったからね、えー、良かったですけど、これもし割れたのでね、手切ったとかやられたらすっごいめんどくさい話になります。まあ、アカウントも無事じゃない可能性もあります。だからね、割れ物も、その先端の尖ったものと同じぐらいの注意は必要です。で、破損しやすい商品は、しっかりした6面体の箱に入れ、商品が一切露出しないようにします。 複数の商商品品は個別ににし、パッケージ内で商品同士がぶつかることによりすぎます、まあ、さっき書いてあったのもう一回くどくね書いてありますけど、まあそういうことです。で、禁止事項。パッケージ内に空間があると、80センチの落下テスト、および振動テストで合格する確率が下がります。そ、そうですよね。中で動いたら、中でパキンと行くということで、中で動かないようにね、え、隙間をなくすというのが重要です。 それから、はがき、ポストカードなどの折れやすい商品の梱包。これも商品価値なくなっちゃいますんでね。えー、折れやすいものは折れないように梱包してくださいと。まあ、それはそうだろうって感じですよね。えー、なぜか、ね、これあの、アマゾンのやつをそのままジングリに貼ってるんですけど、ここに来てさっきのね、あの、割れないように梱包するっていうのが出てきてます。こういうふうにエアキャップでしっかり止めろと。 むき出しのまま袋の中に入れてっていうのはダメよということです。で、適切な梱包の例。まあ、こういうふうに、この6面体の箱、要は普通の箱なんですけど、箱に入れるという形で梱包してください。こういうふうにね、動かないようにして梱包すると。で、推奨する緩衝材、紙類、エアキャップ、発泡シート。 エアパッドでこれね、必ず新品を使ってください。あの、オーストラリアはね、えー、新品しか売れません。でね、えー、この紙とかエアキャップとか発泡シート、エアパッド、これがね、再利用で、まあ、確率は低いんですけど、税関なんかで開けられたときに、えー、その、えー、ね、まあ、紙類とかに若干の、えー、土がついてる、野菜のくずがついてる、果物のくずがついてるとかってあった場合には、 そのまま商品を捨てられちゃうか、あるいは破棄したからね、破棄処分代を汚せと言われることまであります。もうオーストラリアの税関はね、えー、非常にうるさいんで、何しろ梱包材、段ボールね、それから干渉剤、これは全部新品を使ってください。それからおもちゃ、繊維商品、スポーツ商品の梱包と。 これね、ぬいぐるみ人形などね、えー、それこ、こ壊れるってことあんまないんですけど、まあ、ただね、埃とか汚れの防止のために袋に入れてくれということです。で、これね、あの、日本のアマゾンの注意書きなんで書いてないんですけど、オーストラリアの場合は、えー、このね、ビニール袋を使った梱包には、窒息防止シールを貼ってください。 これね、アマゾンのリンクなんで、これクリックすればそのまま商品ページに飛びます。えー、袋を使う方で、これ持ってない人はこれ用意してね、えー、袋を使っ、自分で袋を使う以外にも、えー、袋に入った商品をね、送る際はこれを貼っ付けてください。窒息防止シール。要はこれ貼ってないと。ね、事故があった場合に、えー、責任問題で責任が非常に重いと。まあ、そういうのがあるんで、えー、アマゾンも これを貼らないとダメよというふうに言ってます。で、その他、まあ、関連のガイドライン。商品は、出荷のプロセス全体で摩擦や、えー、接触によるダメージを受けるか、またダメージを受けやすい状態になることがないよう適切に梱包することはあります。まあ、そうそうですよね。で、側面が空いている箱や容器は露出している面を覆う必要があります。えー、これね、後で画像の例が出てきます。えー、不規則な形状の商品で、おもちゃは 袋を詰めする必要があります。未包装の商品が規則正しい形状である場合は、シュリンクラップで、えー、収縮包装します。これシュリンクラップってね、あの、普通使わないんで、これはあんま気にしないでいいです。あの、熱で縮めてね、固定するっていうラップなんですけど、まあ普通そんなのね、用意してやってる人っていうのはね、よっぽど職人みたいな人しかいないんで、まあ通常は袋か、えー、ガムテープ、透明ガムテープで止めます。 子供が使用するということを考慮に入れて、これおもちゃの話ですね。安全な梱包をする必要があります。また、すべての関連する法令、規制、ガイダンス、及び業界標準に準拠している必要があります。まあ、日本なんでこれ慎重に書いてありますけど、この辺はね、あの、まあ、オーストラリアもやかましいけど、やかましいけどね、アバウトだっていうわけのわかんないところなんで、まあ、迷った時はもう個別に聞いてください。あの、とてもね、 かっちりした決まりでこうなってますっていうのを答えることができないです。オーストラリアの場合は。それから、袋詰めされた商品には、スキャン可能なバーコードを明示する必要があります。ビニール袋の外側、または商品上に重複と。これは、あの、追加梱包で、商品箱の上にね、袋を乗せたとか、プチプチでくるんだといったときに、元のバーコード読めなくなっちゃいますんで、商品のバーコードをね、一番上の面に貼ると。 商品のバーコードって、えっ、ー、と、アマゾン納品の時に出す自分で、えー、プリントアウトしたあのバーコードを一番上の見えるところに貼るというのがね、必要です。値札に印字されたバーコードは袋を解放することなくスキャンできるように上向きにしてくださいと。ね、今言ったことでしたね。で、これ貼る場所ね、横にしようかな上にしようかなって迷うところだと思うんですけど、上にしてください。あの、パッと見てね、貼ってあるってすぐ分かるようにしないと、 そのね、えー、梱包袋とかね、たまに破くやつとかいますからね、あの、バーコード見つけられなくて、めんどくせえ納品し上がってって言ってね、えー、ベリッってやっちゃうやつとかいますからね、そしたら何のためにこっちが追加梱包してるのかわかりませんし、バーコードがその時点でなくなってますんでね、えー、納品もできなくなっちゃうということになります。引き紐がついた子供向けの商品は、引き紐を覆うように袋詰めされてる必要があります。 紐が剥き出して、指とか怪我しないようにしろよということです空気が完全に封入されている、または部分的に注入されているスポーツボール、えー、フットボールやバスケットボールなどは箱詰めする必要があります空気が注入されてないボールは袋詰めすることができますあ、これね輸送だと空気詰めたフットボール、バスケットボールね、あの輸送できないんで空気抜かないと納品できないですこれは日本国内とね、海外の違いですね で、梱包要件。ね、良い例。破損しないように商品全体を密封する。露出面がないこと。悪い例。袋やシュリンクラップ,ラップの余りが商品の外側から7.5センチ以上あると。ね、繊維部分が露出している状態で納品する、ね。でかすぎる袋はやめろよということですね。で、さっき言った不規則な 空いてる面があるって、こういうやつですね。えー、店で陳列しやすいように、こう一部が空いてるやつとかね。あの、あるいは、えー、この箱のところのね、片面が透明な膜になってて、見えるようになってるとか。そういうのはね、えー、追加梱包しないと、そこベリって、えー、凹んじゃったり、このままだとね、えー、商品が汚れるということで NG です。この状態にすると。ね。あるいは袋、もう一個ね、段ボールに入れちゃうとかね。えー この状態にするよりなんか段ボールネタはね、段ボール代かかるけどラグな気がしますけど、まあないしろこのまま納品するのはダメよということです。で、ぬいぐるみも武器出しのまま納品しないでくださいと。で、まあこれ、ぬいぐるみってかね、えー、これは汚れたら汚れついちゃいますから袋に入れる必要があります。でもそうじゃなくてね、汚れが拭けるような、 構造のもの、ソフ父ビーとかね、そういうのはね、むき出しで送っても OK です。アパレル、ファブリック、繊維、商品の梱包。繊維やあ布地や、えー、織物でできている繊維商品は、埃や湿気によるダメージを受ける可能性があります。この種の商品は、納品、在庫、出荷準備、 配送のプロセスでダメージを受けることがないよう適切に梱包する必要があります。商品は密封したビニール袋で包装するか、収縮包装してください。ね、シュリンクラップで。シュリンクラップは、まあ普通使わないっつ言ってるんですけど、まあ一応ね、えー、そういう風に書いてあります。で、ビニール袋の場合は窒息防止シードを忘れずに。ビニール袋は商品全体を覆うものをご用意ください。持ち手がある場合は持ち手も覆うようにします。 放送に裂け目、隙間、穴がある場合は、フィルフメントセンターでの受領拒否対象になりますので、ご留意くださいと。これ例えばね、アメリカ、アマゾンやってる人は要注意なんですけど、アメリカの場合、逆にね、えー、袋がね、えー 穴がない袋を使っちゃいけないですね。穴が開いてる袋を使ってます。で、これ、日本の場合は穴が開いてんの、NG。じゃあ、あオーストラリアはどっちかって言ったら、まあ、オーストラリアでね、穴が開いた梱包のビニール見たことないんで、まあ、普通のビニールで OK と。まあ、ただ、えー、そうですね、商品に、商品梱包した状態でね、えー、どうなるか、えー、もし扱うことあったらね、ビニール袋、でかいビニール袋で、 えっと、ちっちゃいビニール袋はもう穴の開いたのとかめったにないんでいいんですけど、なんか大型ぬいぐるみ実はね入、入庫したいですとかいう場合はね、ちょっと確認しますんで聞いてください。え、それから梱包ガイドライン、えー、やるべきこと。アパレル商品や布地または織物でできた商品を一点ごとに密封された透明な袋で包装するか、収縮包装する。袋や収縮包装で傷がつく可能性のある生地や生地。 レザーなどの商品には箱を使う。梱包後、商品の読み取り可能なラベルが見えることを確認する。古いバーコードは読み取れないようにする。えー、古い、ね、バーコードが複数ついてると、えー、フィルフィメントセンターで受け取る拒否の対象になりますんで、えー、a z o n のそのね、えー、納品用のバーコード以外のバーコードは、えー、見えない状態に、まあ、例えばその上から白紙のバーコードを貼っちゃうとかね、えー、印字したバーコードを貼るという形で見えないようにしてください。 え、フットウェアを商品の一部が露出しないように専用の箱かビニール袋で梱包すると。で、やっちゃいけないこと。ね、えー、さっきと一緒ですね、これね。えー、でかすぎるね、シュリンクや袋使うなよと。ね、えー、ということでピタッとさせろということですね。で、読み取り、読み取り可能なバーコードが普通付いてる。バーコードは必ず一つにしてください。洋服以外の商品にハンガーを使用する。ね、えー、詳しくはこちらって、これ、 アマゾンのリンクそのままありますけど、まあ、えー、洋服以外の商品は、まあ、ハンガー使って納品するってことはないと思うんですけど、万が一ね、ハンガー使いたいんですけどっていう場合は、またご相談してください。で、許可されている梱包材。ビニール袋、ラベル、段ボール、箱と、ね。もう、もうほぼほぼ全部これですよね。で、商品梱包の例。ね、タオル。これダメよ、これオッケーよと。まあ、 まあ、そうですね。こういう形にして納品するんですけど、まあ私も機会があればね、この形で納品して、オーストラリアなら問題ないような気がするんですけど、まあ一応ね、こういう形で納品してくださいというガイドライン、日本のガイドライン。で、これ日本のガイドラインっていうかね、アメリカのガイドラインを元に日本語に翻訳してるんで、まあ一応、 特にどこかの国のすごい決まりがない限りは世界共通です。英語より、ね、日本語の方が分かりやすいだろうということでアマゾンのガイドラインを説明してますけど、まあ、例えば、ね、これタオルなんかはこういうふうにこ,ういうこの梱包ありがちですけどこのままじゃなくてこういうふうにしてくださいということですね。で帽子なんかも同じに汚れないように袋に入れてこの窒息帽子を貼るという形です。 で、ジュエリーの梱包というのあって、まあ、ジュエリーを送るかどうかともかくね、あの、小さな商品、ね、送る場合なんですけど、まあ、どういう風にするかということの参考で、まあ、バラバラになったりね、えー、なくならないように、この、袋詰めして、えー、あるいは箱詰めして、その上にバーコードを貼って送るという風にして納品してください。そんな形で、まあ、24分か今、結構長い説明になっちゃいましたけど、 これね、えー、梱包、特にね、初めのね、えと、ー、った商品、それから壊れ物の商品の場合は、えー、梱包をきちんとしないと、えシャレにならない事態になりますんでね、もう一回目は慎重に、ね、えで、えー、私が確認しますんで、梱包後のね、画像を送ってください。まあ、そんな形で、ね、この、追加梱包、ね、えー、割れないように、 しっかり輸送箱に入れるというふうにね、理解できちゃったりもするんで、まあそうじゃなくて商品個別のね、えー、梱包だよということでね、動画を作りました。以上、オーストラリアアマゾン輸出サポート、堀秀夫でした。